はい、こんにちは、レトルトと申します。今回は13階段という、ホラーゲーム、 3D のホラーゲームをやっていきたいと思います。まあ、簡単なストーリーとしては、まあ、いわくつきの、まあ、マンションかなんかの部屋があって、そこに住んだものは2週間で死んじゃうっていう、いわくがあるんですけども、そこで、主人公が生活を始める、そして2週間生き延びれるのかっていうお話らしいです。ねえ、知ってる？駅前のあのマンション。マンションだね、やっぱり。また人が死んだらしいよ。もう何人も死んでるってことなのかな。やっぱり本当なのかな。家賃も半額以下だろうな。2週間後に必ず死ぬって噂。おー、早っ。始まるの早い。視点の操作はマウス。マウスクリックで画面中央のものを調べることができます。はいはい。キーボード操作か。スペースキーを押すことでジャンプすることができます。右クリックでしゃがみ、もう一度押すことで立ち上がります。ジャンプが必要になるっていうこと。セーブは1日ごとで自動で行われます。寝室のノートパソコンを調べるとゲームを終了することができます。右上のライトマークを押すことで明るさの調整もできる。はいはい。右上のライトマークでどれちょっと待って。ここは玄関で、あ、結構部屋数多いぞ、これ。わ、これ、タワーマンションクラスの見よ、この業務用の冷蔵庫。パソコンどこ、パソコン。パソコンでさ、これ開けんのかな？今日はもう寝よう。ここは寝室じゃないんだね。パソコンでさ、部屋多いね。あたたた。もう、二段ベッドというかロフトがあるぞ、これ。明るさ調整したいな。おいおい、よしよし。おい、おい、あ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 い。じゃあこれでいこうか。ゲーム終了しません。まあ、ちょっとでも明るくしましょう。ここ、あ、ここにベッドしてんだね。えらい広いね。今日はもう寝ますか。はい。調べたりは今日はできなかったってことかな。二日目。ちょっとずつ姿形が変わっていくのかな。起きたのかな、こいつ。特に何も変わってないな、寝室は。あ！テレビが、ちょっとずつ変わっていく感じかな。もう、ツヤツヤよ、これ。ものすごい映ってるもんね。なんか自分の顔が映りそうな光沢で、なんか嫌なんだけど。テレビついてる。あれ？クリックしたら、あ、消したんだね。ウォーターサーバー。結構金持ちだな。ん？あれ？俺消したはずなのに。おかしいな。ほいっと。オッケー。カレンダーには、ちょっとすぐチャンネルつけるやついる。おい、オッケー。なんか調べなきゃいけないものとかはあんのかね。もう勝手につくね。ちょっと放置しようかな。何かしろって出てないもんね。開かない。立て付け悪いな。外行ったりしないの、こいつ。外は行かないんだ。あれかな？もう、働いたりはしてないのかな？親のすねをかじってるんですかね、こいつ。おお！電気つけて。よし、オッケー。和室もあるなぁ。これ、親が所有しているマンションなのかな？不動産なのかな？何が調べるかも、調べられるかわかんないからなぁ。特に調べられたりはしないのかな？とりあえず和室があるってことはわかったけど。おい、ここは？洗面所開かないんだね。じゃあもうこれすべての部屋を、あ、パンある。パン食いたい。食おう食おう、パン。いやいや、ここに置きっぱって良くないよね。もうカチカチでしょ、あのパン。電気つけて。おお、トイレ。おお、ブラックホールのようだ。特になんか、調べられることが、できないね。カレンダーも調べられないし。あ！わかった。このカーテンとか開けれんじゃね？わかってなかったです。いや、おかしいだろ、おかしいだろ。もう寝よ！もう寝よ！特にできることがないのかもしれない。二日目は、テレビに変化があったっていうことなのかな？竹市場みたいな。ああ、いた。開いたら開いたでびっくりするわ。あれ？今日はもう寝ますか？はい。まあ、まだ死ななかったってことだね。え！
首だけ、何これ、ほほほ、何、わー、目覚めのキス、王子様が目覚めのキスしようとしてる。あ、気色ある、なんかできないの、わー、なんじゃこりゃ、何が起きてるの。え、あなたは死にました。はい、え、俺死んだの、え、俺死んだの、なんでなんで、あ、開いた。なんかこういうところに重要なアイテムでもあんのかな。ほい、わあ、なんだこれ、良さげなお札。あー、これあればもう大丈夫でしょう。このお札があればきっと寝た時に死なないんだね。よし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 、この最強のお札で。あ、しゃがみがこれか。いや、これさすがにお札持って寝りゃ大丈夫でしょう。おい、お札あるよ、我が家にお札あるよ。お、3日目来ましたね。電話が、そしてお札がなくなっているよ。お札が、電話なんかどこにあんだ。お、近づいてる。で、パン食った方がいいよ、そろそろ。ここ開かない。和室かな、暗、ここじゃない、これか、めっちゃ黒電話、ここだけ。電話出て出て、電話出ないんだけど、こいつ頭おかしいんじゃねえの。出ようよ、ここ。あ、これジャンプしてんだ。電話には出れなそうですね。ん？ん？今日から念願の一人暮らしだ。管理人さんの話ではこの部屋で死者が出たことはないし、夜逃げ同然に姿をくらましたか人がいて、その話に尾びれがついて変な噂が流れて困っていたらしい。家賃も安いし、家具家電付きで最高の一人暮らしが始められそうだ。家具家電はついてるんだ。いや、絶対嘘だよこれ。大家さん嘘ついてるよこれ。とりあえず探さなきゃいけないな。何を、あ、待って、お札発見、お札あったぞ。下の段、待って、下の段にお札がありました。ここよし、あれ、お札は、あ、二段目かな。よーし、お札ゲーツ。これで寝ていいんじゃない。お札を見つけて寝るゲームなのかな。ちょっとおかしくないっすか。おい、左上のお札使え、お札、左上のお札、もうあのおでこにピタッて貼り付けてやれ。これもうダメですね左上のお札がもう神様なんて俺は信じないぞ。あー、べっちょー、ベローンって舐められんだろうな。ちけえよー。あ、止めれた、止めれましたね。じゃあ止めて、これ寝るで多分いけるでしょ。よーし、4日目。まだ4日目か。14日あるわけだもんね。とりあえずお札がどっかに絶対あるので、お札を探すしかないのかな？はいはい。一番下の段。あ、ないな。とりあえずお札を探します。特にでも怪奇現象っぽいことは起きてないかな？どっかにお札があればいいんだけど、上から開けちゃうなこれ。お札、お札、お札、しゃがんだ先とかもこれ見とかなきゃダメなんだよこれ。どの視点にいんだ今主人公何をしてるんだろうこいつは。お札、これは開かない。和室、ここはまだ、あ、
開いた。めっちゃカチャカチャ聞こえんだけど。何？誰かなんかしてる？え？は？ここ何？ A A A E D T H なんだろうな。ちょっと勝手にパソコンやめて触らないで。何も特にできないか。あった！お札発見！よし。これも見たので、これを止める、あ、止めれた！おー、血もなくなりましたね。お、これオッケーそうだな。おやすみー。何かが歩いてる音聞こえるけど。よし、5日目。さあ、何かが起きて、それを止めてお札を見つけると、よさげって感じかな。あ、ああ、やばいやばいやばい。なんかできないかな、これ。ピチョンピチョン言ってる。パンも食わないし、こいつ。まあ、ストロベリージャムの可能性もあるからね。あった！よし、お札発見。取って取って取って、しゃがむのかな。ほい、お札発見。これはじゃあ、あ、え、触れないんだな、やっぱり。ああ、突然減った。全部流したのかな。まあ大丈夫でしょう。これはようやく6日目ですね。14日。あ、暗い。電気つけよう、電気。うわっ！何これ？首吊りの、ロープのようなものがあるね。ロープにしてはえらいなんか、鉄っぽいな。これ上、登れたりすんのかな？お！え？登れる？勝手に動いてるよ、これ。なんもねえ。ただのロフトだね。うん。すげえキョロキョロしてる、こいつ。ああ、なんもなかったよ、みたいな感じかな。これを片付けたりはできないのかな。今の調べるやつが、一つのあれなのかね。その、この条件なのかな。はい。じゃあ、お札見つけたので、寝るか。今上を見に行ったのできっと大丈夫なはず。やっぱ足音が近づいてる。見たじゃん。おお、取れた取れた。お札を持った状態じゃないとこういうのを解除できないってことなんだね。オッケー。ちっちゃい部屋にありましたね。ちっちゃい部屋の引き出しのとこにありました。ようやく1週間経ったぞ。お！いやいや、おかしいおかしい。お札持ってるし、ロープも回収したでしょ。ん？ん？クマ動いてる。トイストーリーみたいに動いてる。あー、怪奇現象一つじゃないパターンもあるんだな。じゃあこれ持った状態で、よし、クマ殺せた。カチって何なんだよ。お札探して怪奇現象を、まあ、解いていくゲームなんだけど、2個ある可能性もあるんだな。おい、オッケー。じゃ、これ寝れるでしょ。オッケーオッケーオッケー。まさか2個あるとは。おいと。さあ、ようやく1週間だぞ。2週間これ結構きついね。カチャカチャカチャ。テンポよくカットしてやっていきたいけど。7日目。うわぁ。玄関か、これ。お！何これ。血の日記みたいなのがある。殺す、殺す、殺す。シンプルに嫌なやつだなぁ。ん？何これ？なんかない？あ、包丁が刺さってんだ、これ。
は？包丁が刺さってる。よし、オッケー。よし、オッケー。今日はもう寝ますか？はい。これ2個で多分いけるでしょう。8日目？よーし、オッケー。3つ4つぐらいありそうでね。今後とかは。怖かったんだよね。さっきこの部屋にあったから、ここにはないかな？見渡す限り、怪奇現象っぽいものはないけど、ないね。あ？トイレだ。怖い怖い怖い。怖っ。うん、閉じんじゃねえ。いるぞ、これ、きっと。怖っ。トイレの謎の声が聞こえますね。これ、お札で浄化パターンだな。探そう。ん？ここから音鳴ってる。電気つけて、あれ？これ、こっから聞こえてんのか？引き出しあるじゃん。引き出しを開けて、あった、お札。これで、お札取って。よし、お札ゲット。洗濯機が勝手に動いてんだよな、これ。やっぱトイレは別にあるな。怖っ。怖い怖い怖い。トイレトイレトイレ、電気つけたい。お、ここ風呂か。あ？どっから声してんだ、これ。いた！きっしょいのいた！これ、よし、オッケー！浄化できました。きっしょ。おい、寝る。まあ、2個見つけたので、洗濯機と顔。もう入れないとこはほぼなくなったね。9日目です。あと5日。あった。おお。あ、こわ、びっくりした。2個ぐらいあるっしょ。2種類ぐらいきっとあるので、電気つけなきゃ。もう電気いちいち消すのやめてよ、ほんとに。他になんもねえかな。あ、あった。よし、オッケー、2個。今回は早かったね。おそらくオッケーでしょう。手形と顔をやっつけたので。大丈夫だよね。よし、10日。あと、暗い。確か書斎に懐中電灯があったはず。あ、なんか卑猥な音聞こえない？何ですか？連れ込んだんですか、あなた。いい声聞こえるね。いい声が聞こえますよ、これ。書斎に懐中電灯。あ！めっちゃ血ある。書斎ここかな？電気つけて。暗いなぁ。やっぱここら辺から。あ！怖いな。L でライトのオンオフ。L、ライトボタンってことか。ああ！こんな使われ方すると思わなかっただろうな、この人も。この人が泣いてんのかな。泣いてる元へあえでんのかな、これ。これもう泣いてるとは言わないからな、もはや。うわ、こんな顔もある。ってことは3つってこと？怖っ。
ありました。よし、とりあえずこれで、まずはこれでしょ、ほい、地位消して、書斎の、会えてる女の子を、ちょっと収めてと。収めなくてもいいんじゃねえかと思うけどな。で、顔。うわ、三つになったぞ、オブジェクト。三つで終わりだよな。おい、オッケー。さ、きっと大丈夫なはず。三つもやったんだもの。よし、11日、1、2、3、4、あと4日だ、マジで。3つずつなのかな。ライトはある？よし、ライトあるな。明るくなった。これむしろ助かるんだよな。ほい、さっきまで超暗くても何がないのわからなかったからな。あった、よし。じゃ、オブジェクトをまだ俺は見つけてないな。和室そろそろなんか起きそうだな。ほい。うん。お茶があって。いや、特になんもねえな。和室ってまだ一度も嫌なこと起きてない？洗面所つけて。特になんもねえぞ、今回。音も鳴らないしね。風呂場。特に何も、風呂場も特に何もない。あれ、今回何もねえな。あっ、ここだ。何か印刷してる。ん、これか。わっ、殺す殺す。嫌なもの印刷したな。君がやったのかい。一個で済むかな。お、なんかある。日記だ。明日で2週間を迎える。噂の通りなら明日死ぬことになる。あれ、2週間に迎える。何日か住んでたのか、はじめに。何かあった時のためにお守り、お札、大容量スピーカーと念仏 CD 用意した。何としてでも乗り切ってみせる。お前、そんな用意してたのか、お前。はぁ、あ、明日で2週間ってことは、これで終わりなのか。まだ10日目なんだけどね。一個しかギミックが見つかってないんだよな。ここ、和室もなんもないからな。いる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 、いはるいはる、殺して殺して、いはったいはった。いなくなった。お札の力これ。ああ、びっくりした。よし。びっくりした。今俺静かにびっくりしたわ。2個しか見つけてないけど、大物だったから大丈夫かな。さあ、14日経ったらしいですよ。うわー、足りてなかったか。あ、言い張りましたね。よしよしよし、これ3つだね、これ。よし、これでオッケー。これで最終日ってことでいいのかな。それでも前の人が残した日記っていうことなのかな。大量にいろんなものを用意したって言ってたから、やっぱそうだ、前の持ち主が単純に用意したものって感じなのかな。な、手が、手がベッドの下にある。なるほど、これ1個だ。お札は見つけたけど、このホームシアターみたいなもなんかありそうだな。お札見つけましたけど、明らかにこれじゃ足りないので、和室そろそろなんか起きてもいいんじゃない。あ、いや、あった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 。はい、オッケー。お札の力すげえな。心臓の音？玄関は開けれない。開かない。こっちも和室あんだ。心臓の音聞こえるぞ。電気つけて。え？心臓の音？
ここ風呂場なんだよ。あ？どこだ？ん？ん？心臓心臓電子レンジで温めちゃダメでしょこれ。オッケー。で心臓とあとこの手だね。はい、オッケー。これで3つだ。よしよし、慣れてきたぞ。まあさすがに4つとかに増えないっしょ。次の次の日がラストかな。いけ、よし。あ？チャイムか。電気消えてる。電気つかねえな。うわっ！赤い！めっちゃ押してる。そっか、もうこの日で終わっちゃうってことか。ちょっと、まだやめとこうか。どんどんやめて。どんどんやめて。お札いるのかな、また。つかないね、また。あ !0824! 親西 !0824。0824。あ、ここの和室今まで開かなかったぞ。電気はつくかな。うるせえな。0824。特になんかあるわけじゃないのか。あれ、ここの和室今まで開かなかったよね。うるせえなあこっちは寝てるんだよ。0824。またつかないな。あ、パソコン。あ、進藤英治。あ、0824。ほい、坂東英治みたいな。ん、ほい、0824じゃないの？あれ ?0824。なんかいい音鳴った気がしたんだけどな。お札はまだあんのか？ん？なんか和室が映ってるこれ。ん？なんかこれ、ここにさ、映写機のあれがあるんだけど、和室が映ってるな。0824を打ったから起きたのかな。暗い。暗いよ。ダメだ。和室で何かできるわけでもない。0824。うるせえなぁ。和室になんか、何これ。は？外れる。うわ、明るい。さっき和室映ってたからここに何かあるよみたいな。手術室だ。次。おはよう。調子はどうかな？君は13日もの間眠っていたんだよ。あんなマンションはなかったってことかな。2週間投薬しても目を覚まさなければ治療を断念することになっていたんだよ。とりあえず栄養剤を打つからゆっくりと休むといいよ。そういうことかな。これ脱出できたっていう感じなんですかね。すげえすげえかっこいいよ。 BGM 鳴ってるけど、千本桜始まりそうな。あ、すげえいい音楽が流れてますね。マンションなんかなくて悪夢を見ていたっていうオチでいいんですかね。いやー結構難しかったですね。カットでサクサクやってるけど1時間以上かかっております。はい、ということで、珍しくなんか 3D の、フリーホラーゲームをやってみたっていう形になりますかね。13階段でした。いやバッドエンドとかあんのかね。あそこの赤い部屋そのまま
に出ちゃうと多分バッドエンドっていう形になるのかなっていう気はするんですが、あのマンションなんてものは何もなかったっていうことですね。14日13日で、死んじゃう、なんか13日で見切りつけられちゃう人がこういう夢を見てて、そこで普通は起きれないんだけど、頑張って脱出できたので、現実の世界というかに戻ってこれたみたいな。私に何が起きたの？女の人だったんだ主人公、そもそも。そうだよ、私に何が起きたの？教えてよ。終わる。私に何が起きたの？何が起きたの？繰り返すって何？日にちが見れんだね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。13階段でした。よければ高評価ボタン押せてください。ありがとうございました。レトルトさーん。